ロッテルダムの銀行家、アーチボルド・ホープの肖像、1737年、ルイジアナ・バイ州の資金調達のため、ホープ商会は1804年に発行した、株式一世紀以上アムステルダムのカイゼルス・グラハトに置かれた事務所。左側の茶色い建物は、ヘンリー・ホープの指定。1770年代、これら建物の主童屋根が、当時の流行で改築され、 ホープ家の盾が中心にいただかれた。1970年以降は国会山に指定。ホープ商会は2世紀半にわたり活躍したオランダの有名な銀行である。発起人はスコットランド人であるが同行はアムステルダムに開業した。18世紀末にはロンドンにも支店を展開した。スコットランド商人のアーチボルド・ホープが持った8人の息子のうち6人が 貿易省を営んでいた。彼らはアムステルダムとロッテルダムにて海運業、倉庫業、保険業、金融業で活躍した。彼らはロンドンで放末外借禁止法が作られることになる1720年の南海放末事件を過労じて生き延びた。ハリーと呼ばれていた父アーチボルド一世はディエップの代理引受け業者でトーマスホープの兄弟である。 ジェームズ・ホープの息子だった。当時はオランダで多くの銀行家が破産し、息子ヘンリーを含む多くの者が国を去った。この年がオランダの銀行家にとって重要な年であったことは、20世紀にロッテルダムが新しい電話番号を発行した時に、ホープ紹介が1720で終わる曲番を手に入れてメイスゼットへの社をびっくりさせた事実からも示されている。 この例明期にホープ兄弟たちはロッテルダムから出港するクエーカー教徒たちのための罪に及びアムステルダムでの奴隷貿易を組織してお金を稼いだ。ペンシルベニア州へのクエーカー教徒の輸送が最もあった年は1738年、1744年、1753年、1765年だった。クエーカーにはお金がなく、 難民に関して、町は何らかの施しをする必要があったため、これらの輸送は、ロッテルダムの町と地元のメノナイト協会によって、支払われた。最高の都市で、ホープラは、クエーガー1人当たり60ギルダーを受け取り、少ない都市には、クエーガー1人当たり11ギルダーだった。この奴隷貿易はさほど儲からなかったが、戦場における奴隷たちへの施しはもっと非道で、 うち16%は戦場で死亡したとされる。7年戦争の間にホープ兄弟は陶器によって非常に裕福になった。老いのジャンホープとヘンリーホープがこの会社に加わった1762年に名前がホープ商会に変更された。当時、英国人のジョン・ウィリアムズとピエール・セザール・ラブ・シェールも合計26人の企業のパートナーであった。その年、 彼らはアムステルダムの事務所を拡張し、カイゼルスグラハト448番地にヘンリーとジャンを住まわせた。トーマスは隣のビル444から446番地に住んでいた。ザカリーの息子アーチボルドはオランダ国会議員になり、オランダ西インド会社の摂政でハーグにある元宮殿のランゲフォールハウトを所有していた。1796年に ピエールがフランシス・ベアリングの3番目の娘トロシーと結婚したのは2つの会社ベアリングとホープス間の血縁固着だった。ホープアーカイブとは18世紀における世界貿易の中心地としてのアムステルダム及びオランダの歴史にとって重要な資料である。1977年にこのアーカイブはアムステルダム市の公文保管書に渡され、現在は公開されている。 ホープ商会のアーカイブは、オランダ東インド会社のアーカイブと混同される、というのも1752年にホープ兄弟を創設する一人、トーマスホープが VOC の管理者、ローズセベンティンの一員となったためである。4年後に彼は VOC の摂政長となり、そして1766年に彼はウィレム5世の広報担当官かつ正式な VOC の理事長になった。 1770年にトーマスは引退して、息子のジョンにその責務を移し、彼は死ぬまで VOC とホープ紹介に残った。ピエール・ラブーシェールは、フランスとの交渉において、重要な役割を果たし、オランダに向けたオランダとの資金調達の大半を担当した。エイドリアンは、オランダ議会とアムステルダム市議会のメンバーだった。現在の銀行とは異なり、 ホープ紹介のパートナーは自分たちの個人事業と公共事業及び銀行のビジネスを混同していた。アーカイブにある手紙は一度に多くの主題に触れている。最初期の手紙は1720年代に遡り、トーマスとエイドリアンホープに宛てたものである。アーカイブの特に豊富な部分は、ヘンリーホープがオランダを離れざるを得なくなり、ロンドンに 事務所を設置した1795から1815年の間の通信である。アムステルダムとロンドン支店間の定期連絡は当時の貿易交渉やそれらがどのように行われたかに関する重要な見識を与えるものとなっている。当時のホープ紹介が行う日々の運営はトーマスのアメリカのオイ・ヘンリー・ホープの主中にあり、スウェーデン、ポーランド、ロシア、ポルトガル、 スペイン、フランス、アメリカなど様々な国と取引をしていた。ヘンリー・ホープとフランシス・ベアリングの交渉の結果、1804年にホープ商会は、ルイジアナ買収の資金調達をするため株式を発行した。活動開始からの貿易取引に主な関心がありながらも、ホープ兄弟は土地及び芸術への長期投資にもその、職種を広げた。18世紀の間に、 ホープ紹介は、ライバルのクリフォード家で1772年に起きた、事案のようなメンバー一人の不注意による会社全体の破産リスクを減らすため、パートナーに対して利益分配協定を設定した。メンバーは利益分配計画のパートナーになるために、クリフォードの破産申請を補助したエイドリアン・ホープにより開発された特別なホープ紹介簿記の方法を学ばなければならなかった。 個人的投資によると美術品の所有権は均等に広がっていた。従って一つのアートコレクションが数人の男性によって共同所有されていた。ジョン・ホープの息子トーマス・ホープはこの共同コレクションの構築を手伝い、後に彼の父親と祖父によって築かれた所有権のためにその大部分を相続した。 自分の息子が銀行業を継がないことが明らかになったことでヘンリー・ホープの死後彼はついに自分の相続取り分を残りから分けたヘンリー・ホープの取り分は彼の姉妹の家族と彼のアメリカのいとこの間で分けられた彼は1811年に子供がいないまま死去したヘンリー・ホープの死去でフランスの仕事でずっと紹介と共に活動し1814年に ホープ商会の全面パートナーになったアドリアン・ファン・デルフープがアムステルダムにいる仲間のパートナーであるアレクサンダー・ベアリングと共に投資のアムステルダム部分を受け継ぎ彼はそこで芸術よりも土地を選んでアメリカに移ったアドリアン・ファン・デルフープが死去した時彼には500万ギルダーの資産価値があった彼の死後そのアートコレクションは アムステルダムの街に渡り、その収集品を収容するための博物館が作られた。このコレクションにある17、18世紀の250作品の中には、レンブラントのユダヤの花嫁、フェルメールの手紙を読む誠意の女、ピーテルデホーホの母親の義務、ヤーコプ・ファン・ロイスダールのワイク・バイ・ドゥールステーでの風車がある。19世紀にホープ商会はアメリカ及び、 ロシアでの鉄道投資に特化していた。20世紀には国際輸送からオランダへの投資に重点を移した。1937年、ホープ紹介は以前のエド・ボースキー言葉で運紹介を買収した。1966年、ホープ紹介はアール・メイス・ゾーネンと合併してニーズ・ホープ銀行を設立。この会社は1969年に オランダ海外銀行と合併した。最終的には1975年に ABN 銀行によって買収された。ABN アムロ銀行を設立のため ABN 銀行とアムロ銀行が合併した後、1992年11月にミーズホープ銀行はピアソンと合併してミーズ・ピアソンになり、その後にホルティスグループへと売却された。ホルティスが 業務不振でその後は再び ABN アムロの一部となり、ホルティスのオランダ事業は ABN アムロとして再設立された。多くの歴史的文書でこの銀行は単にホープスと記されており、たまにロッテルダムのホープスやアムステルダムのホープスと言及されたりもする。ホープ家のリストは次の通り。ありがとうございます。